1週間で見てる範囲ではないわけね。ブログしてる。はい。で、健康チェック表は、はい、で、そーっとここに移してくれる。85。今日測ったで。86。うんちが、まあ、今日は、それが昨日で、トータル115。あ、これおしっこか。うん、おしっこが、すごいね。あ、でも、うんちは100を軽く超えてるんですね。うん、まあ、98の日もあるけども。で、体重がまあ86から、まあ、れんちゃんって何歳だったっけ？5歳過ぎたんだよね、うん、はい、それで、お家で測ってこの体重の中にいてるから86から88ってとこですか。9もある。86から89で、うんちはしっかりしてて、動きはどうなんですか。動きも、元気は60、見た目の元気は変わらない。変わらない、うん、それで、薬の A の1、2が3回。何回目ですか？これ見れば。4回。昨日は3回しかしてあげる。まあ基本4回を目標にね、うん。で、C の薬が4回ぐらい。で、B の薬は2人1回。うん、で、C の薬4回飲んでるってことは、A 補助を4、4を2回やってる。やってます。4って何分でできるんですか。まあ休憩入れて5分ぐらい。あ、本当、うん、じゃあ結構早いね、5分で。割とこの子も5分、慣れてきた。慣れてきた。両方が慣れてきた。わかりました。でもこの間も言ったようにさ、 C の薬ってさ、利尿剤だからちょっと4やっといた方がいいですよね、うん。まあ3でもいいんだけど、うん、はい、じゃあちょっと今から治療していきますね、うん、はい、じゃあちょっと持ってもらおうかな。はい、お願いします。抗戦照射やってたんですよ。抗戦照射70の1分で。はい、じゃあちょっと点眼をして抗戦血流を良くするんですよ。抗戦照射して、それから吸入療法で、吸入療法はこの子もこの間も薬入れたけど、回ってました。え、回れるの？回った。回ってました。あ、ほんとすごいな。バランス取れるんです。初めて見た。あ、ほんとだ。始まった。始まった。今まで1回しかやってない。あ、この1回だけ、うん、見たのは、うん、いやでも1回でもできたのすごいよね。だってさ、うん、まだ傾いてますよ、この体は。落ちずにやれたんだね、はい、すごいな。それもさ、ちょっともう1回これに移しちゃっていいの。いいです。
ってます。おーっと回し車うちでやってる1回だけやったそうですね。すごいね、中枢性前庭疾患があってちょっと頭傾いてるけどできるのは頑張ってるんだね、この子。さあもう一回持って、もう一種類やる。でまあこれやってますよね、お家で。じゃあもう一回これ目と鼻に刺します。今ってこれだけワンクリーンも刺してるの？ワンクリーンは刺してないかな。これだけですね、はい。うん、こうやって何回やってます？3回。一緒にね、はい、昨日は3回。はい、はい、じゃあ吸入はこっちの方がいいよ、網だから。あ、いいぞ、このまま終わったらそのまま、うん、あ、組まない。このケースごとやって、うん、で吸入の中にさ、できさ 0.2 とバイで 0.5 ですわ、はい。